マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは普段綺麗に痩せるためにどんなダイエット向きのお茶飲んでいらっしゃいますか？そこで今回の動画ではダイエットプラス綺麗に痩せることができるお茶がわかるんです。もしあなたが美味しく飲みながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら。女性におすすめの綺麗痩せするお茶についてお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントとは何でしょうか。2つ目、女性におすすめの綺麗痩せするお茶についてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。この綺麗痩せするお茶の痩せるポイント3つあります。1つ目、腸内環境を整えるお茶だからなんですね。もうこれは痩せるためには大前提、しかも綺麗にがつくんですけれども、やはり腸内環境が整っている方というのはね、綺麗に痩せることができるんですよね。なぜかというと、腸が汚れていると、血液も汚れてしまいますから、悪いものが巡るわけです。そうすると肌荒れになったりとか、体調、行き着く先は病気になってしまうわけですが、こういったことにならないためにも、まずはあなたの腸内環境を整えてあげることが大前提になるわけですよね。じゃあどういう状態かというと、痩せ菌と呼ばれる、善玉菌たちの種類が多くて元気で、いつまでもあなたの腸内にこう住み着いてくれるという、そういったね、もう心地がいい環境をいかにあなたが作れるかどうかに、ダイエットってかかってるわけです。もちろん健康もそうですよね。ですからベースをしっかりとこのお茶で作っていくってことが大事なわけです。で、2つ目、このお茶はね、脂肪燃焼効果が高いお茶になります。もうどうせ飲むなら溜め込んだ脂肪燃やしたいって思いませんか？そこをね、いろんなお食事気をつけるのも大事なんですけれども、プラスアルファお茶を飲むことで溜め込んだ脂肪がどんどん燃えてくれるように、しっかりと適量飲んでいくっていうことがとっても大事になってくるんです。そして3つ目、ここもポイント、実は鉄分です。特に私たち女性は鉄分不足になりやすいですよね。ですから普段からしっかりとこの鉄分を取る必要があるんです。なぜかというと、鉄分不足になってしまうと太るからなんですよ。ただいかがですか？毎日レバー食べたり、ほうれん草とか、そんなものいっぱい食べれませんよね。そこでこのお茶を飲んでいただきますと、鉄分を取ることができるんです。ではここから2つ目の項目です。綺麗痩せすることができる女性におすすめのお茶ということで、今回私が選んだお茶があります。で、今回はね、混合茶です。2つブレンドしています。で、そのそれぞれが持つね、痩せる効果をお伝えした後に、私が選んだお茶実物お見せいたしますから、ぜひ最後までご覧くださいね。最後にはね、痩せる効果的な飲み方もお伝えして終わっていきます。まずブレンドティーの1つ目はね、ルイボスティーになります。で、このね、ルイボスティーっていうのがまたダイエット効果が高いお茶になるんですよね。どんどん脂肪を燃やしてくれたり、腸内環境を整える酵素も入ってます。で、ここポイント、非ヘム鉄といって、要するに植物性から取れるものの鉄分になるんですよね。このルイボスティーは植物性の鉄分が取れちゃいます。そしてデトックス効果が非常に高いので、溜め込んでしまった余計なも、太る元ですよね、老廃物をしっかりと体の外に出す効果があるのがこのルイボスティーになります。そして2つ目、黒豆茶も使っているんですよね。で、この黒豆茶もね、やっぱりここと一緒、脂肪をどんどん燃やしてくれますし、さらにアントシアニンがあることで、黒い食べ物ってアントシアニン豊富ですよね。ブルーベリーとかね、そういったものは脂肪燃焼効果も高いんですが、プラス抗酸化作用があるから、要するに老ける体をストップというかね、アンチエイジングです。老化するところをしっかりとね、やっぱ抑えてくれる効果があるのが、やっぱりこのアントシアニンなんですよね。で、プラス黒豆茶を飲むことにむくみ解消にもなりますから、せっかくね、体重が落ちたにもかかわらず見た目がむくんだままですといかがですか？なんか痩せたね、綺麗になったねって言われにくいですよ、もったいない。なので、むくみ改善にもなるのがこの黒豆茶の効果になるんです。では今から
私がセレクトしてきたお茶を実物お見せしたいと思います。こちらです。無印良品の穀物のお茶、ルイボス&黒豆茶になります。こちらね、焙煎した黒豆に大麦とルイボスをバランスよくブレンドしました。香ばしい味わいのノンカフェインのお茶です。ということで、ここポイント、ノンカフェインなんですよね。もちろんカフェインもね、例えばこう運動する前に飲むと痩せる効果が上がるっていうメリットもあるんですが、飲みすぎはやっぱりダメです。なぜかというと、カフェインを取りすぎてしまわれますと、自律神経のね、要はスイッチオンの、緊張する効果が高い交感神経がすっごくね元気になりすぎちゃうんですよね。ですから本当はあなたがね、ちょっと休みたいなっていう時にも、働け働け、そのいつも緊張状態なわけですよね。ではあなたの腸で何が起こってるかというと、内臓のこの腸はですね、その逆、リラックスした副交感神経が元気の時しか動いてくれないわけです。特に寝てる時とかね。ですから常にカフェインをずっと飲み続けてる方っていうのは、腸の動きが非常に悪いですよ。そうするとやっぱり太ってしまいますから、そういったねカフェイン飲料は量に気をつけましょうです。ただし今回お伝えするこのお茶は安心のノンカフェインということで、おすすめしたいお茶の一つということになるんですよね。でこちらですね、裏の原材料を見ますと、こちら 黒大豆国産、大麦ルイボスティーということで、主に先ほどお伝えしたのは黒大豆のお茶と、ルイボスだったんです。大麦もすごく体にいいからおすすめです。そして 20g 入ってます。 2g×10袋ですね。でこのお茶の痩せる飲み方を最後お伝えして終わっていきたいと思います。痩せるためには何でもそうですけども、飲みすぎはダメです。どんなにねノンカフェインで痩せるとはいえども、だいたい1日に2杯までで十分です。でまたこの飲み方なんですが、これね別にホットでも、クールでもいいお茶なんですが、痩せたいならホットです。もう絶対これ守ってくださいね。痩せたいなら温かい飲み物、温かい食べ物なんです。なぜかというと腸が温まるから。逆に腸を冷やすような冷たい飲み物、冷たい食べ物、お体を冷やすような生物とかね、そういった生物をいっぱい食べてしまいますと腸が冷えます。結果腸が動かなくなって代謝が落ちて、いろいろ頑張るんだけども、なかなか痩せないって方は、もしかしたらお体が冷えてる可能性がある、イコール腸を冷やすものばっかり飲んだり食べたりしてませんかということですよね。ここポイントで押さえていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のお話ポイントはこちらでしたよね。もうまずはノンカフェインのホットでルイボス&黒豆茶、かっこ大麦入りということで、このお茶を飲みましょうねでしたね。ただし1日2杯まででしたよね。そしてあなたに合う合わないもあると思いますから、私のこの YouTube チャンネルもたくさんの腸活メニューをおすすめしております。動画いっぱい出てます。一つ一つチェックしていただいて、あなたに合ったもの、これだったら美味しいから続けられるなっていうものをね、ぜひセレクトしてみてくださいね。そしてよろしければ皆様コメントお待ちしています。どんどんいろんなお話お聞かせください。それではこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。